昨日南田コーチにですね、アドバイスを、もらった動画を、まあ、アップしたんですけど、コメントで問い合わせとか質問ですね、問い合わせというか質問がありましたので、ちょっとそれは答えた方がいいのかなと思いましたので、ちょっとそれに答えようと思います。で、増田、鉄人プロのオフィシャル、チャンネルの、まあ、94話を見て、で、まあ、昨日の、ハイスペックゴルフの動画と、まあ、ちょっと真逆なことを言ってるので どうしようか、どちらで行こうか迷ってるみたいな内容だったと思うんですけれども、まあ、結論から言うと、そんなに2つ その、まあ、コーチの言ってることのが、相反はしてはいないという、まあ、ことをまず、ちょっとお伝えしようかと思います。で、昨日僕が教わったのはですね、まあ、いわゆるその後ろを大きく前を小さくという、まあ、バッティング理論でね、バリー・ボンズなんかも応用している、すごく遠心力を効かせるということにも関わってくるんですけれども、これはまあ、後ろっていうのはこの、まあ、スイングのこっちが後ろ前と考えると、まあ、こっちの円弧は大きくして、で前は小さく作っていくと、そうするとまあ、全体的な、まあ、例えば正面から見た子としては、まあ、深淵に近くなって、遠心力がクラブに働いてスピードも上がるよという理論で、これは、僕マスタープロにですね、こっちを大きく作ってこっち小さくということは、まあ、結構しょっちゅう言われてますし、これは多分動画にも上がってると思います。ハイスペックゴルフに上がってたかな、ちょっとマスタープロのオフィシャルかどうかちょっと忘れちゃいましたが、それ、もう動画になっているので、概要欄に貼っ付けときますので、ぜひ見ていただけたらと思います。で、おそらく、まあ、ここをだからリリースしちゃえという表現を使っていたので、南田コーチがね。その94話で、マスタープロの94話は、もうこの形をインパクトの形を作っておいて、そこからまあこうして打つという、ことだったので、まあ、そこにはリリース的な要素が、まあ、ないので、おそらくそういう理解をされたのだと思いますが、ただこれ一つ言えるのは、例えばバックスイング上げてですね、こっからリリースしちゃいなさいとこう言ってますが、ここで別に僕はこの右肘をここで伸ばしきってるわけではないということはちょっとご理解いただけたらなと思います。だから、まあ、僕が昨日ダメだったのは、当初ダメだったのは、ここからですね、この手をターゲット方向にこう出していくということで、このクラブヘッドが、まあ、遠心力も効かないし、ただもう外へ振り出されるだけになっているし、まあ、こう出していくことでこれが落ちてしまうよということだったんですね。だからこれを割と低くキープしながら、こっち左の肩甲骨をこっちに引っ張りながらフォローを出していくことで、クラブヘッドが、まあ、ちゃんと左の方に、まあ、左というか深淵、正面からも深淵ですし、まあ、自分の方から見てもこう深淵を描くように来るよという、まあ、レッスンだったわけです。で、そのためにはこっちを大きく作っておいた方が、まあ、やりやすいというのと、あとはですね、そうですね、この切り返しからここを引きつけすぎると、まあ、横を引きつけすぎるとですね、もう鋭角に入ってしまうんですよね。ここで、ね、引きつけるともう鋭角にアタックしてしまうので、まあ、要は左に抜きにくいですし、まあ、ダフりやすいですし、ドライバーなんかの場合は鋭角で、まあ、上に当たっちゃえば天ぷらにもなっちゃうよという話だったんです。なので、2つの、まあ、チャンネルというか話には、あまり破綻がないというか、ただマスタープロが94話で言ってるように、あそこで語られていることはかなり究極の内容なので、やっぱりそれ、あれをやるにはそれなりのやっぱり準備というか、まあ、レベルが必要とすることだけは確かです。だからいわゆる普通も妥当な
スイングを、マスターした上でやっぱりこの世界っていうかな、このクラブ操作、このこういうクラブ操作ですね、こういうクラブ操作っていうのは、まあマスターその後にやるべきことだとやっぱマスタープロも語っているので、まあこれは1話から順番にマスターチャンネルは見ていただいてですね、まあ徐々に理解する、もうやっぱり最初はもうグリップの力を抜くことから始まらないといけないんで、やっぱりグリップの力を抜くということがどんなことか、やっぱり理解するということが結構ゴルフの上達につながってるというか直結してるんじゃないかなというふうに僕自身は今思っています。もうやっぱりこうゆるゆるというか、ゆるゆるっていうと変だけど、やっぱり力は入れないでここもうこうして、まあ、ずっと打つんですけど、ただじゃあそれがゼロだったらもちろん何もできないわけで、まあそこのそのニュアンスっていうのはやっぱりやっていく、本当にじゃあ指の力を抜いて、練習していくうちに、分かっていくことなので、これはなかなかやっぱりもうこれはやっていかないと、ちょっとこのグリッププレッシャーの世界っていうのはなかなか理解できないんじゃないかなと思います。ただね、やっぱり抜けって言われてそこだけ捉えて練習すると、なんかインスタとかで練習してる青年とかを見るとやっぱりちょっと抜いてんのはいいんだけども、フォローが出せてなかったりとか、なんかちょっとそういう感じにもなってしまっているので、まあこれはですね、まあここはちょっとやっぱり定期的にチェックをしてもらった方がいいかもしれませんね。あとそうですね、あとフォローサイドの話なんですけど、このフォローサイドを小さく作っていくということはどういうことかというと、まあここでインパクトをします。でそこからまあ正面から言うと、まあここからこういうことですね、こう、まあ、左の肩甲骨を後ろに引くと、このグリップエンドの手が自分の体から離れないんですね。こうなっちゃわないで、こういつも体の近くに手がキープできるので、でクラブヘッドには遠心力が働いてポーンと投げ出されるようにこっちにこう行くよということで、まあこれはですね、これもまあマスタープロはたびたび語ってる大事なことですし、三橋 TV でもですね、お正月の時に三橋プロが自動販売機の前にこうやって、まあ、この自動販売機に当てずにこうフォローを出すんだよっていう動画が確かあったと思います。まあああいう感じなんですね。まあこれもちょっと概要欄に貼っときますので、ぜひ見ていただきたいと思います。でまあそもそも論として、じゃあ体の動き、ボディターンで打つのか腕振りで打つのかっていうところに関して言うとですね、まあもちろんマスタープロはボディターン、回転系のスイングであることは間違いなんですけども、例えばその三橋プロがですね、これ最初の方に言ってますし、本でもたびたび言ってます、肩の挙上はダメだよと、まあ、挙上ってこれ上がってること挙上って言うんですけど、これ落とした状態で、まあ、アドレスする、ね、これダメでこれ OK で、こう肩を落とした状態でこうやってまあ構えるとするじゃないですか。でこの両肘にもゆとりを持たせてアドレスをすると、まあ二足プロ言ってるわけです。じゃあここからスイングしてみてください。ここからスイングしてみて、ただ腕だけで手だけで、まあ、触れるかどうかっていうと、まあ間違いなく触れないんですよね。だからまあこうやって肩が上がっちゃってると、ここと体と腕がもう切り離れてるのでいくらでもこう手を動かせるんですけど、ちゃんとしっかりと肩を下げてボディと腕がつながった状態にして、じゃあこれで腕振りを意識してくださいというと、もう動けないので、これ以上そうすると結局やっぱり体がついてくる、こっちもついてくる。だからまあウサギとカメじゃないですけど、どっちが先かっていう話になっちゃいますので、決してだから体は止めといて腕だけ振って打つということではないことだけは、まあ、ご理解いただけたらと思います。まあとはいえですね、やっぱりまあコーチのいとこ取りをしていくっていうことは、かなりやっぱりこう自分の中でリテラシーがまあできてればできるんですけど、なかなかまあそこはね、まあ、それこそ YouTube だけで情報を得てる方とかは難しいと思うので、やっぱりじゃあやっぱりこうこのタイプのスイングがいいなと思ったら、まあその先生のやっぱりこう
言ってることをやっぱり追いかけていって、一回やっぱり自分がゴルまあ、それなりのゴルファーに一回なってみてからですね、まあ、他のそういうプラスアルファを、まあ、吸収していくというふうに、まあ、された方が、まあ、いいのかなというふうに、はい、思います。まあまあ、そんな感じですけど、お答えになったでしょうか。で、まあ質問があればですね、まあ、答えた方がいいなという質問は、まあ、今後もですねちょっと答えていきたいなと思いますので、まあ、僕のやってるチャンネル、三差し TV、まあ、吉田プロのソニックゴルフ、増田哲人チャンネル、星野プロチャンネル、まあ、鈴木チャンネル、鈴木真一さんのチャンネル、まあ、鈴木さんは自分で解説してくれるからいいか、まあ、あと、まあ、畑野さんとか、ね、篠崎真奈ちゃんとかのチャンネルやってますけど、まあ、今言ったその、まあ、ちょっと大きな流派の中で、僕のやってる範囲の中で何かこう疑問点が出てきたら、もうどんどんやっぱりコメント投げといていただければ、まあ、これ質問答えた方がいいなと思うものに関しては、質問にできる限り知りうる限り答えようと思いますので、はい、入れていただけたらと思います。